は受講生なんですけれども、受講生がバイトをしている理由としてですね、社会経験を積みたいっていう理由です。すごい最低賃金の、食堂で働いてたりとか、あまり自分のキャリアに今後活かせないようなバイトに、結構時間と労力をかける場合が結構多いんですけれども、そういうのって社会経験になってると思いますか、先生。まあ、そうですね。それみんなしてることなんで、ただ、それが全て否定してるわけじゃないですけど、その経験から何を学ぶかですよね。そこで何を取るかなんですよ。そこで学び取るものがないんだったら、それは社会経験ではないと思うんですよね。多分いろんな出来事があると思うんで、就職活動すると分かると思うんで、アルバイトだけだと差がつかないんで、みんな言ってるんですよ。で、あ、まあ、そのアルバイトでも、とりあえず何でもいいんですけど、その自分なりに工夫したこととか、そのチャレンジしたことっていうのをこう出してほしいんですよね。でと、お酒飲んでるとか、バイトしてるとか、なんですか、サークルやってるとか。だから、その経験を積めないんですよ。何やっぱ先ほど出したように目的意識を持ってほしいっていうことですよね。先生がおっしゃったように、ただ単にそのバイトしなきゃっていう意識だから、皆さん経験につながらないんですよ。なるほど。そう。だからバイトすること自体は別に何つうか生活に必要なことだったら、しなきゃいけないかもしれないですけど、そっからね、それ得るものがないんだったら、それは経験じゃないと思うんですよね。別の場所に経験があると思うんですよ。なるそれほも、ど。そう、得るものがなければ、別の経験を探しに行く。それは、早稲田ビジネススクールの、入山先生は、知の探索っておっしゃってるんですけど、まさにその知の探索っていうのをこう、していただけたらなと思ありがとうございます。もう一点なんですけれども、います。はい。企業で長年、大手企業で長年働いた経験から、いろんな新入社員、見てきていらっしゃると思うんですけれども、今の大学生が身につけてほしい、スキル、あるいはその態度とか、そういうのはありますか？逆に言うとですね、最近タイパとかコスパ流行ってるじゃないですか。結構オンラインとか発達しちゃったんで、結構研修コンテンツがビーって早送りして終わりました。丸って。よく企業の中でなるんですけど、それって本当に自分、まあ確かに丸ってなったかもしれないけど、結構ね、自分のためにはなってないんですよね。なので、だからそういう動画って、まあ最初のうちはなんか結構つまんないかもしれないけど、もう最初のうちはしっかり見てほしいなと思ってますっていうのが一つです。っていうのはやっぱそれ身につけてほしいってやっぱ考えてるからなんですよね、企業としては。それはまず早送り、タイパで早送りまで終わりましたっていうんじゃなくて、自分なりにそれを見てどう感じたかとか感じてほしいっていうのと、あとやっぱりね、最近 SNS とか IT が発達しちゃったんで、逆にそのアナログの経験みたいな、その人間臭さみたいなところっていうのはね、やっぱね、経験が難しいのかなと思ってですね。さっき言ったように、僕の大学時代は、現地まで行かないと情報を取れないっていう、今って何でも情報を手に入る。そういうその人間臭さとか泥臭さというところをぜひ重要視してほしいと言われます。あと一つ挙げるとすると、そのネットに上がっている情報が必ずしも正しいとは限らないということなんですよね。だからそれを見極める力。よくインスタグラムとかいろいろ発信されてますけど、インスタグラムの情報も必ずしも正しいとは限らないんで、インスタグラムで身につけた知識が正しいかというとそうでもない。だからそういう今、情報に溢れた社会なので、ぜひ、そこが正しいか正しくないかと見極める力もぜひ、つけていただけたらなというふうに思います。そうですね、皆さん、とても貴重な話、はい。最後のアドバイスとして、してくださいました。皆さん、とても参考になったと思います。また、次、また機会があれば、また先生の話聞きたいと思います。皆さん、ありがとうございました。本日ですね、とても
いろんなエピソードを紹介していただいてですね、とても面白く、聞かせていただきました。最後にですね、多くの、その、今後、キャリアでさまよってる多くの、キャリア、その学生たちに向けてですね、言いたいことがあれば、ちょっと、一言お願いします。いや、やっぱね、ですね、キャリアの考え方で言うけど、ジョハリの窓って考え方って、自分自身のことって自分では分からないので、結構ね、いろんな人に会って、いろんな方の、この意見を聞いてみてください。でそうすると、録音分かってくるはずなんで、ね、ただね、一つそのデメリットとしては、いろんな意見があるんで、聞きすぎると、迷っちゃうっていうところもあるんで、そこはですね、まあ、ちょっと、そこはね、やっぱ、専門家の方と相談していただきながら、自分って何が得意なんだろう、どういうところで成功できるのかなみたいなのをちょっと、探っていただけたらなというふうに思います。あともう一点はやっぱその、東京都も出してるんですけど、もう現状のままではダメなんです。延長線上ではダメなんですと。だから東京都庁が言ってるのは、その何でもいいから、ちょっと前、違うことをちょっとしてみないっていうのが東京メッセージなんですよね。なので、ぜひその、まあ、学生時代にできることでもいいんで、何かちょっとその、普段とは違う一つ何かトライしてみていただけたらなというふうに思っております。皆さんですね、今回の授業を、受けてからですね、岩井先生にもっと知りたいこと、本田技研のこと、何でもいいので、皆さん質問などありましたらですね、どんどん、コメントでもいいですし、授業中のそのフィードバックのところでもいいですし、いろいろ、ご意見を送ってください。いいですか？じゃあ、本日お疲れ様でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。